シモプッチことジョアキム・フランシスク・プッチ・フェレールは、スペイン・カステリオン兼モレイリア出身のジャーナリスト、政治家。スペイン社会労働党の地域支部である、バレンシア国社会党所属。2011年から2015年まで、スペイン会議員を務めた。2012年から、バレンシア社会労働党党首を、2015年から、バレンシア州首相を務めている。 1959年7月1日にバレンシア地方のカステリオン県、モレーリャに生まれた。政治家に転身する前はジャーナリストであり、地元市やテレビ局のアンテナンラジオなどで働いた。1983年にはバレンシア州議会議員に選出されたが、1986年にはバレンシア州議会議員の座を辞任。バレンシア州政府の関係情報局長に就任し、 1995年まで、その職にあった。1995年には、故郷のモレーリア市議会議員選挙に、スペイン社会労働党の筆頭候補として出馬して、当選し、1995年から2012年まで、モレーリア市長を務めた。2011年には、カステリョン県選挙区から2011年スペイン議会総選挙に、出馬して当選し、スペイン会議員となった。 2011年から2012年には、モレーリア市長と、会員議員を兼任している。会員では、産業、エネルギー、観光委員会のスポークスパーソンを務めた。2012年には、バレンシア国社会党の党首に就任した。2015年には、バレンシア衆議会議員選挙に、スペイン社会労働党の筆頭候補として出馬し、バレンシア衆議会議員に当選した。 州首相指名投票ではスペイン社会労働党の他にポデモスやコンプロミスの支持も集め、6月25日にはバレンシア州首相に就任した。それまでは2期連続で国民党が与党であり、前任者はアルベルト・ファブラだった。ありがとうございます。